をご覧の皆様、こんばんは。ジンギスアイズメミです。今日はですね、母校である栗橋高等学校に凱旋ライブにやってきたんですけども、まずはそのライブ映像をご覧ください。どうぞ。ウィースキリングサイズメミジンダス。よろしくな。2年っていうのは意外と大きい。いやでも正直楽しかったよ。楽しかったです。今年一番じゃない、これは。多分かなり盛り上がったんじゃない。懐かしいし ね俺なんか演奏中、その初めてやったらライブ箱っつうかライブハウスのやつだから、それを思い出しながら原点に帰って感動してやってたら、あ、終わっちゃったみたいな。そうそう、そんなライブでした。文化祭だよね、これ。そうそうそう、今日の何、2、3年前だよね。そう、なんか足同じ同級生が、俺らまだバンドやってない頃、文化祭に出てこうやってやって、もう客とかこれでもう超盛り上がってさ、なんか本当俺悔しかったんだよ ねバンド好きとして目立ちたいんだよ。でも絶対負けねえと思って、そこで俺らはこのノリこのノリやっちゃう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 、うむうむうむ、ということでこれが俺らの出会いでした。プロモーションもね、自分らの母校で撮らせてもらって、教室なんかもそうだね。この教室使った ね、あの伝説が生まれたところだよ、ここは。災難が降りそうだ。そう行ってやって行ってやって、すごく。そう、なんかね、あの PV 最後の方でね、あ、やっと PV を撮り終わるよって頃にそろそろ終わる。そうそう、いきなりなんか俺のメガネがね、ちょっとはしゃいじゃった、ね、そうなんか床にいたらね、そう、あ、どっかこの中にここのね、このパーマ君がね、なんでか分かんないけど上から落ちてきちゃって、あーって、あー本当にさ、でも俺あれね、嬉しかったよ。感触なかったもん。いやね、どけする口だよ。それあれだよ、だってシモとか超テンション低かったじゃん。あー、もう母ちゃんに怒られるよ。そうそう、母ちゃんに怒られるよ。本当に帰って土下座したんだよ俺、親に。高いんでしょあれ。いやって4万だよ、4万。最後のワンシーンとかここガムテープだ。やってんの。10月の21日に原宿ルイドでルイド企画3カ所、渋谷と、新宿、新宿を3カ所、2ヶ月おきに回るんですけど、その企画で、あの僕らの特別企画で、あの3カ所全部来た人には僕らの PV を、クッキーモンスターの、そう、PV、クッキーモンスター、ここで撮らせてもらったクッキーモンスターの、はい、PV を差し上げる。3カ所来てください。それで、ね、重要なライブがですね、11月26日に、地元春日部ホライゼンというところで、初企画ライブやっちゃいます。本当に来てほしいです。お願いします。楽しい企画になると思うんで、よろしくお願いします。お願いします。ということで、キングサイズリムジンでした。